おはようございます。2月に今の会社に転職しましたが、上司と合わず評価が最悪で会社を辞めろと言われています。外資系企業ですが、それを差し引いても、この業種には今までの常識が通じず精神的にきついです。仕事が楽しくなり始め、人事から辞める必要ないと言われていますが、きっぱり諦めて次の会社を目指そうか悩んでいます。曖昧なご相談で教室ですが、辞めた方がいいでしょうか。えっと、人事が辞める必要ないと言ってるのであれば、人事の人に他の部署に行きたいって伝えてください。